はい、こんばんは、えー。今、緊急で動画回してるんですけれど、もうね、このチャンネルの視聴者の方だったら、ほとんどの方がね、えー、ご存知だと思うんですけれど、えー、名古屋市長選挙、えー、当確が出ました。えー、結果は、えー、私の予想通り、えー、広沢一郎さんの、えー、当確ということでございます。えー、広沢一郎さん。 えー、おめでとうございますはい、ということであの私ねあの一名古屋市民として、まあ、この選挙ね非常に注目しておりましてま前に2回予想動画を上げましてもう昨日もね直前の予想動画を上げたのですが、まあ、2回とも、まあ、広沢さんが結構な差をつけて、まあ、まあまあの差をつけて、えー 大塚浩平さんを下し当選するだろうと予想してたんですがもうねほんもう完璧に <laughs> 予想通りの結果になりました、はい、やっぱり名古屋市民としてね今回の選挙だけは絶対外せないしあの僕自身も広沢さんを応援していたんですよ、まあ、応援する理由いろいろあるんですけれど一番の理由はですねやっぱり名古屋城木造を えー、再建、えー、天守閣の木造再建計画これを、えー、進めていただきたい私はねお城マニアとして巨大な名古屋城の天守閣、えー、江戸時代のね、あのー、当時のままに木造で再建して中に入ってみたいんですよ。はいはい、っていうのは名古屋城っていうのはですねまあ数ある日本のお城の中でね天守閣がもうとにかく 巨大なんですよ現存する天守閣日本に11あるんですけれど、まあ、大きいものだと姫路城と松本城なんですけどその2つの天守閣をはるかに超えるもうとにかく横幅がでかいんですよね。だから大阪城とか江戸城とかまあそれぐらいのクラスの天守閣なわけなんですけれどまあそれぐらいのクラスの巨大な天守閣現存しているものって ないんですよね残念なことに名古屋城は空襲で焼けてしまいまして、まあ、空襲の前まではもう名古屋市民がですねもうお城の周り行けば「ああの名古屋城立派だ」っていうもうそのに名古屋人のね誇りの名古屋城これをですねぜひとも木造で再建していただいて中に入りたいと。 まあ当時のね巨大な天守閣の中はどういうものなのかとでちなみに名古屋城あの非常に、ね、広い平城なんですけれど、まあ、名古屋城っていうのはねあの戦国時代が終わった後、えー、徳川幕府ができて、まあ、終わりの地を治めるためにですね、まあ、当時は清須があの主に栄えてたんですけどそこ名古屋に引っ越してきて巨大な名古屋城を、えー、作ったっていう流れなわけなので。 平和な時代にできたお城なので、平城であの敷地が広くてね。巨大なんですよね。はい、そんな名古屋城えー、まあ、空襲で焼けた。後は鉄筋コンクリートで再建して。 で、中は博物館になってたわけなんですけど、まあ、今中入れないんですよね。いろいろ耐震の問題とかあって。だから外からな眺められるんだけど、まあ、それをですね、ぜひとも再建していただきたい。で、他の候補者の方々は、名古屋城の木造再建中止とか、 慎重に検討するとかですねあのそういう方針だったんで他の候補者が当選したらですね進まないんですよねすぐ進めてほしいんですよですよねで今頓挫して進んでないのであのその木造の資材の保管だけでもですねお金がかかってそこに名古屋市民の税金も投入されてるっていう辛い状況なのであの早く進めてほしいんですね。 で名古屋城の、えー、天守閣の図面っていうのはですねその空襲で焼ける前にきっちりと計測してその残ってるんですよ資料がだから巨大な天守閣再建できるのはやっぱ名古屋城なんですよ、はい、だから是非進めていただきたいと。で名古屋ってあの外国人観光客の方がね意外に少ないんですよね。まあ、東京京大阪京都 北海道なんかに比べるとねすごく少なくてまあ少ないから住みやすくてホテル代も安くてあのー、ね土地も安くて家賃も安くていいのかもわかんないんですけれどまあもうちょっと名古屋の目玉ができてもいいかなとはい名古屋城ぜひともねあのー、木造で再建していただきたいと思いますとはいあとはですね広沢さん住めてるのはねあのコモドドラゴンはい 東山動物園のコモドドラゴン推進派なんですよね。今後もねコモドドラゴンをねどんどん増やしてほしいです。はい、僕コモドドラゴン大好きなんですよ。いつも YouTube でねコモドドラゴンがね他の動物を丸飲みするシーンとか見てましてね好きなんですよ。僕あの動物のね動画結構見てるんですよ <laughs> YouTube で。はい。やっぱりサバンナとかねそういうねライオンとかカバとかね、えー、大好きなんでね。 あとコアラを抱っこできるようにしようっていう方針なんですよね。まあコアラの抱っこはまあそんな僕は興味ないんですけれど僕あの飽きたいのをいつも抱っこしてるんでまあコモドドラゴンはいいですね。で、えー、なんといってもあの減税路線ですよね。河村隆さんのね後継者ですんでずっと副市長をやってた方なんでやっぱり河村さんの後継者っていうことで 名古屋市民の大きな、ね、支持を集めたんだと思います、まあ名古屋以外に住んでる方、まあ、特に東京とか大阪とかねあの離れたところに住んでる方あんまり知らないと思うんですけど川村さんって名古屋市民にとってはねすげえカリスマ的存在なんですよ、ね、まあ庶民派で,で減税日本を立ち上げて名古屋の、ね、市民税を5%。 あの減らしたんですよで本当は10%に下げたかったんですけどで広沢さんは10%に、えー、上げたいってねあのあ下げたいってねおっしゃってるんですけど10%下げたいっておっしゃってるんですけどこれは、まあ、議会との兼ね合いとかもあって難しいんですけどでその市民税を下げるために川村さんはですねあの自分の給料を下げたんですよね。まあ、市長のの報酬っていうのは 2800万円なんですよそれを800万円に下げてでなおかつ退職金も受け取らなかったんで15年間市政やってて4億6千万円くらいを受け取らなかったんですよでそれを市に返してるっていうことなんでもうこの姿勢だけで名古屋市民ってあこの人だったら任せられるって思ってるんですよねで,でやっぱり 市民税を下げるためには、市の職員の給料を下げるとか、あと市会議員の報酬も下げるとかですね、まあ、そういうこともあって、なので、議会との対立ってものすごい激しいし、で、おまけに、大村知事とも対立してるっていう状況で、で、対立候補の大塚晃平さんは、自民党と公明党と国民民主と立憲民主と、あとの、の推薦と、あと、大村さんも応援してるっていうですね、 まあ巨大なバッグがついてる組織票があるんだけどそれでもねやっぱり名古屋市民はね河村さんの後継者の広沢さんを選ぶんですよもうこれはもう全部分かってました私ははい名古屋に住んでれば分かるんです、はい、ということで、ね、まあよかったね気持ちいいねもう予想も当たるわ僕が期待していた人が当選するわでもう名古屋城の木造再建ね これがね本当に進めてほしいんですよ僕のお城マニアとしてはね。はい、ということですねまあそんなところですかね。まあ、あとは日本保守党の、えー、推薦もあったっていうことなんですけどね最初百田さんとか有本さんの応援演説もあったんですけれどね、まあ、途中から結構ね名古屋市民の方広沢さん応援してる人もちょ日本保守党ちょっとあの ポイッと言ってあんまりあの頑張んなくていいですよみたいな空気もあったんですけど僕は日本保守党大好きなんですよ百田さんも大好きでの理念とかね政策とか好きなんですけれどね。と、はい、いうのもありましてでまあ投票率はね今回ね、まあ、そんな上がってないんですよ。まあこの間の兵庫県知事選挙みたいな,なんですか SNS 戦略ですごい広がったとか。 オールドメディアとネットの対立構造とかですねあの自分の意思表示をしようって元発想の人がガーッと動くっていうアクションはなかったんですけれどまあ多くの名古屋市民の、えー、望む結果になったと僕は思っております。はいということで広沢さん当選おめでとうございます。ということで名古屋市民の私と。 いたしましま今後も応援させていただきます。ということでいってらっしゃい